こちらの方です。あ、こんにちは、はじめまして。どうぞどうぞどうぞ。はじめまして、よろしくお願いします。なんか二人組ですか？はい、そうです。人？なんか不思議な二人組ですね、なんか。あ、そうです。妻さんと、はい、ロットさん。はい、ロットです。バンド名は何て言うんですか？虹色侍と言います。虹色侍、はい。これたった5秒で歌にできる、うん、どんなものでも。どういうこと？あのお題をいただければ、はい、そのお題をもとに、はい、1曲作るっていう感じですね。はい、すぐにですか？はい、ジャンルも指定していただけます。ジャンル？ジャンルはどんなジャンルがあるんですか？例えば、バラードとか、うん、バラード、ポップとか、うん、あとはロックとか、ロック、レゲエ、レゲエも R&B とか。R&B。 じゃあ例えばオドぜひで、はい、ポップでできますか？できます。あ、もちろんできます。あ、もうすぐできるんですか？はい、できます。このオドぜひとポップ、はい、はい、いいですか、やってもらって。今じゃ あもちろん、はい、はい、オドぜひポップですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それ何ですか今の？ありがとうございます。いや、この歌う前の整いました的な。あー、それがありがとうございます。じゃあタイトルコールお願いします。オドぜひ聴いてください。僕らずっとずっとインターネットで頑張って売れるよ君らとか褒められることもあるけど、なかなか声はかからない。なんだって事務所も入ってないし、でも一般の皆様が出れる番組、オドぜひのおかげで出れた。いや、ちょっとすごくない？何、どういうことなの？もうなんかわかるわけ？だってメロディーがこんな感じで進むって思わないとちょっと G が余ったりするよね。あー、でも何回もやってるうちに慣れてきたので。はい、すごくない？そのポップだったらそのギターの音は一緒なの？全部の曲は一緒なの？そういうわけじゃない？いろんなパターンあります。いろんなパターン、はい。どっちがどう合わせてんだろう？お互い同時っていう感じですね。すごいね。ある曲みたいだったけどね。そうだね。じゃあレベルが、ね、2つとかできんの？お題2つ。できます。あ、できます。で曲も曲調も選んで。あ、できます。できます。いける？はい。じゃあ一ノ瀬と春日で作れる。はい、ロックで。ロックで、うん、分かりました。一ノ瀬さんと春日さん、うん、春日、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ慣れてないねこれ。40分前に作ったから。そこは揃わないもんね。じゃあお願いします。みんなは知ってる春日さんのソロ胸板を、力を入れば相乗がりピクピク動くほど鍛わってる。でもみんな知らない人もいるだろう。一ノ瀬アナウンサーの耳は上下に動くんだぜ。力を入れれば上に下に自由自在に、操作よく見ればわかる、耳が動いてるのさ。ありがとうございます。すごいね。すごい、うん、よくできるね、すぐ。あ、ありがとうございます。自分たちの曲はないんですか？それがまだはないんです。今制作中です。そこはねえんだ。いや、すぐできるでしょ。進んなさいよ。